あなたの未来はプニート夏のゆうきです。初心者向け V ロイドスタジオ講座第8回目は頭部に合わせた体型の調整について解説します。最初に頭身についての説明を行った後、体型の調整を行っていきます。今回の完成形はこんな感じです。調整前と比べると顔のサイズや首の太さ、肩幅が少し小さくなっています。全身で見るとこんな感じです。上半身が少し縮小されたようなイメージになっています。それでは始めていきましょう。まず頭身についての説明です。頭身とは頭の縦の長さを基準として身長が頭何個分かで表す表現方法です。リアルな成人の頭身は男性が 7.2 頭身、女性が7頭身くらいです。アニメなのでデフォルメされたキャラクターの場合、男性は 6.5 頭身から 7.5 頭身、女性は 5.5 頭身から 6.5 頭身くらいになっています。V ロイドの初期状態の頭身は男性が 6.38 頭身、女性が 6.12 頭身くらいになっています。今回作っているモデルは髪型のボリュームアップを行っているので、初期状態より少し小さめの 5.78 頭身になっています。今回は頭のサイズを小さくして、6頭身くらいになるように調整していきたいと思います。それでは体型の調整を行っていきましょう。体型編集タブを選んで、ズームアウトして体全体が映るように位置を調整しましょう。今回は頭の大きさとその周辺の肩や首周りの調整を行います。まず頭の大きさパラメーターを調整します。頭の大きさは値が 0.1 小さくなるごとにだいたい元の大きさから 2% ずつくらい小さくなります。今回は少し小さくするだけなのでマイナス 0.2 としました。頭の大きさが少しだけ小さくなっています。次は首元の調整を行います。カメラを近づけて顔のサイズに対して首の大きさがちょうど良くなるように調整します。パラメーターの首の前後幅と首の横幅を調整します。今回は首の横幅をマイナス50。首の横幅が小さくなりました。さらに、横から見て首の前後の幅も同じくマイナス50。これで前後の幅も小さくなりました。首の長さは短いと姿勢が悪く見えてしまうことがあります。せっかくなので、今回はちょっとだけ長くなる方に値を設定します。0.1。はい、少しだけ首が長くなりました。次は肩幅を調整します。モデルの肩幅は着ている衣装によっても結構変わってくるので、衣装の変更を行った時は肩幅を見直してみることをお勧めします。今回は少し縮小して、マイナス 0.4 と、設定しました。設定は以上です。ズームアウトして全体を眺めてみましょう。全体のバランスを見て、問題がなければ最後に撮影をしておきましょう。撮影モードに移動して、正面に向けて、撮影、あ、顔が変になっちゃった。撮影。少しカメラを回転させて撮影。以上で頭部に合わせた体型の調整についての解説を終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。